風があるので聞き取りづらいとなんかもわかりませんけども、向こういた天神山です。でこっちいた山です。神津屋南の大小屋のところの交差点です。交差点のペイント見てください。向こうなんかもですね、向こうの停止線は綺麗にありますよ。こっちの停止線見てください。あの今ジムニーだから、なんだハスラーだから、あそこの後ろにテスラが止まってますけど、テスラのところが停止線なんです。あれ消えてますよね。でこっち側にしてみてもですね、このバンの後ろが停止線なんですけども、これ消えてるでしょ。だこんな形で消えてるところがたくさんあるんですよ。で私もいろんなところでですね、これペイント塗ってくれということをですね、岸和田署と話をしてきました。これ見てくださいね。停止線をだから下げてんだから、こんなことになるんやか停止線下げてんのか、まあ、ちゃんと停止線守れよと思うんですけども、まあ、それはええとしましてですね。で和歌山400-5588のナンバーでございました。それはいいんですけども、これ市道であっても一道であってもですね、府道であっても国道であっても、このペイントするのは全て大阪府の管轄ということになってます。で市も大阪府警岸和田署を通じてですね、ペイント塗ってくださいということを言ってるんです。私ももういろんな市内各所でですね、ペイント消えてますよということでやっていただいたりはしておるんですけども、なかなかですね、それが一覧になって出てこないわけですよね。ほんでどうなってんのかというのを、岸和田市としてやるわけではないんですけども、岸和田市の道路の維持管理のところでもですね、市民からもお声があるたびに岸和田署の方に報告してるというんですが、それやっぱり半年に1回ぐらいですね、今まで U ターンはこの半年間でここの場所何月何日ですというようなことをエクセルなんかで落としてですよ。ほんでそれについては進捗状況どうなってるのか、いつ頃どうなるのかということを、やっぱり岸和田市としても自分のところの管轄ではないにしてもですね、それは市民の皆さんに、こう近隣の方もこうどないなってんねん、いつ色塗ってくれんねんやということを言うと思うんですよね。それに対して岸和田市も説明ができるように大阪府警とやっぱり連携をいただきたいなということを今話をしております。で、ここについては私これ通報しましたので、岸和田署が見に来るということで、で、今年度中ですよ、来月とかちゃいますよ、今年度中、先の長い話になりますけども、今年度中にはこれ交通量多いのでね、やってくれるというふうには思います。推測はしますけども、その大阪府警もあれ行政の一部ですから、基本的にその司法の一部ではありますけども、司法の役割になってるところというのは刑事課とかね、もう知れてるところですよ。基本はこれ行政ですから、行政であるならばですね、やっぱり説明責任も生じますので、その捜査上の秘密も何もありませんからね。だからこそこうどうなってんだ、いつ頃ペイントする予定ですというようなことを大まかなところだけでもですね、大阪府警として代わりに岸和田署が説明を受けると、で、その岸和田署がですね、岸和田市に対していつ頃にするんやということを、やっぱり一定期間、半年に1回がええのか3ヶ月に1回がええのか分かりませんけども、そこについて岸和田市が把握をしているところとですね、その岸和田署が把握しているところとのすり合わせというのは必要ではないかというふうに考えます。でですね、岸和田市においては道路のへこみなんかのことについて LINE でですね、これ堺市もすでにやってます。 LINE で市民が写真を撮ってどこどこですっていうようなことを言えばですね、そこへ市が見に行って、確かに一道で、ね、道路がガタガタなってますよね、へこみがありますよねとか、そういうようなことについて補修に行くというようなことをやってるんです。それであるならば岸和田もこれ前から私言うてるんです、早く LINE 作ってそれでやった方が簡易でしょと。今メールで受付してるって言うんだけど、メールで写真添付して邪魔くさいことします、 LINE の方が簡易じゃないですか。それやったら LINE のアカウントなんか、それこそ今作れって言って今できるわけでしょ。自分のスマホで全く新しい LINE はやれるんだから、それやってみたらいいんじゃないのということでですね、それもですね、早くやってくださいと。を回るわけですから、1台2台ではないのでね、市が仕事としていろんなとこ回るんだから、そこでですね、道がこのようになってるよということも分かるはずですから、そこは道路の維持管理のところが集約をして、国道も府道も含めてですよ。でその維持管理のところが警察、大阪府警にペイント剥げてることやったら言う、で穴ぼこなってるんやったら府税事務所じゃない、府の府民センターね、あそこのですね、あそこは担当やと思いますので、あそこへお届けをすると。でそしてですね、一同であれば岸和田市の方からですね、その補修などをするというように備えしてやっていただいたら、市民はそれどこに言うねんと、岸和田警察に言うんかと、それとも
風のですね、不眠センターに言うんか、それとも岸和田市に言うたらええんか分かんないです。やっぱり一時的には岸和田市に電話するということが多いんじゃないかなというふうに思いますんで、ぜひともですね、市民にとってワンストップになるような、そういう窓口のあり方というのを市としても道路維持管理の担当としても考えていってくださいよということを今話をしています。多分これやってくれると思うんですけども、まあ、そんな形でですね、岸和田市に入ったらいきなり泉から道路が悪くなるやないかいというようなことをなかなか言われないようにですね、まあ、我々もちゃんと言っていかなあかんなというふうに考えております。